旅行来た感じですね。まあ、確かに。とか行こうよ、ここで。旅行。どこ行く？九州ね。九州。結局。毎週同じ話してるじゃん。九州行く。九州行けば。でも安いっすからね。しかもなんか今もっと追い風で安くなってるみたいで。追い風？なんかあの熊本震災なので、高温とかみたいなので。行きたいね、行きたいね、マジで、マジで完璧ね。だって日帰りじゃない、一泊二日でも1、2万ぐらいできるんでしょ。2泊3日で行こうよ。欲しがるね。2泊欲しくない？まあ、せっかく例えば博多とかね。行きたいね。博多ラーメンは好きなの？大好き。太麺のイメージなんだよな。いやいや、もう細麺のうまさを知っちゃったから。知っちゃった。バリカタ。バリカタね。なんけなく入ったラーメンはすごいうまいですよね。いちいちうまいね。あの、いちいちうまい。博多ってすごい雰囲気もんでもなく、うん、全然普通にうまい、ね、東京で食う博多ラーメンなんかもう全然値段が高い。高い。あれ800円とかするからね。買い玉する150円とかで1000円ぐらいいくから、ね、ありえないから。向こう500円だから。飯がマジうまいんだよね、九州。飯うまいっていいよね。ほんとテンション上がる、あれ。飯と女子と。実はうどんがうまいっていう。っていう、あれなんです。博多ラーメンってよく言うけど、うどんもうまい。ちょっと柔らかいんですけど、ね。ああ、聞いたことある。食ってみて。美味しいよ。またあのもつ食いたいんだよな。もつ鍋うまかったな、あそこは。もつも有名だよね。うまいんだなあれ。鉄鍋餃子、あ、餃子ダメなんだ。え、でも来るよね、九州の餃子やったら、ね、九州の餃子だから、うん、違うの。違う。ちっちゃいん、ちょっとで、ちょっと揚げ餃子みたいな感じで。そう、鉄板でやる鉄鍋餃子でしょ、はい、普通の焼き餃子はなんかちょっと僕はまあ好まないですけど。皮すかね、やっぱブヨブヨ感がダメなのかもしれないですね。カリッカリしてんのね、あその向こうのやつって。揚げ餃子っぽい。油ギャーってかかってるって面白いから、うん。カロリーは高そうな感じする、うん。食い倒れてんの。マジで、ほら、名古屋食い倒れてじゃん、うん。あのレベルで多分、福岡行けるぜ。本編します。マジで。まあ、食いに来てー。てか、土日で来てーもん、パッと。いや全然行けるでしょ。金曜の夜から行って、うん、土日で月曜有休、勝ち組でしょ。やばいでしょ。間違いです。うわ、九州いいな。熊本もまたね、行きたいね。あれはまああれで。熊本はまたいいんだな。馬刺しがね。ああいいな。うまかったね。鹿児島とか。鹿児島もうまい。黒豚がいいんですよ。出てくるね。とりあえず食いましたかね、この前。うん、あそこうまかった。いいな、黒豚いいな。グルメ集団だ。何気なく調べて行った店が帰りのあの飛行機の中の小冊子に載せたんですよ。へえ。宮崎のね、鶏もね、うまかった。あ、地鶏？うん、かけてのもう長崎のあのイカもうまいんだ。イカ有名だもんな。佐賀です。あ、佐賀か。でもあれ長崎まで行ってるから、ほぼ。まああれほぼ流す。ほぼ流す。てかね、飯がうめえんだな、全部。九州車で回るってやつは結構人数にかかるね。何個で行ったっけ。3泊か。あ、どうも。3泊したけど実質2泊で回りましたね。あ、そうだ。だって持て余したもん。持て余した。博多で。てか、まずいのなかったよね。なんか微妙なやつなかったよね。なかったですね。全部うまかったよね。いいな。東北は微妙にやりましたけど。まああれあんま調べてなかったってのはあったかな、当時。あの時はインターネットは普及してなかった。してたの。2008年。バンバン通ってる。スマホじゃなかったですか。確かにね。ガラケー。ガラケーで調べてる。しかもあんま俺とか調べてなかったじゃん、時。当時から変わってないよね。武士とか大悟で調べてた。ガラケーでよく頭にいたな。ガラケーか。しかもあの時俺免許を取ってなかったよね。
僕も仮面でしたからね。だから実質ブッシーとモッツーの2人でよくちょうど一周したよ。かまわない、九州も結局僕運転しないですからね。いや九州行きたいな、ぜひ行きたいね。東北リベンジと九州も行きたいな。東北リベンジしたいね。お、本当に全部東北回った回った福島あ、とりあえず回るだけ回った。とにかく青森目指して最初出発して、はいはい、深夜から朝明けが昼前ぐらいに着いて着いてね、とりあえずリンゴとシャモロックに食って、うんうん、青森着いたぞっていう。だから醍醐味全く味わってないんだよね。だその行っただけっていうかとりあえず確かに、うん、あんたよりはもうとりあえず回ることが優先だったんだ。だって福島とか別に何もしないもんね俺が。してないですね。ない、うん、ラーメン来たかったらそれも食ってなかった。結局なんかクリームボックスっていう謎のパンがあってパンを探してるだけで。福島限定なんだけど。へえ。あれ山形の食うじゃん。龍上海、龍上海だ。いや、ちゃんとまたやりてぇな、パート2。岩手はあれか、ぴょんぴょん車が。ぴょんぴょん車、地元人あんま食わないらしいよ、ぴょんぴょん車。別にうまくないですもんね。今度行くよ、俺。岩手出身の子がキャバクラ出てきた時にも話が できるぐらいね。うん、でも地元行かないよっていうくだりがあるでしょ、どうせ。あ、そうなんだ。オチは見えてる、うん。